はい、ありがとうございます。先ほどまでは仲良し学園でどういうことされてるのかみたいなところの概要をお聞きしたんですけど、はい、仲良し学園って結構メディアに出られてますよね、はい、そうなんですよ。今までもそうなんですけど、はい、NPO 法人にしてからかなりメディア露出上がりましたね、はい、そうですよね、はい、ちなみに有名どころで言うとどこになるんですか。僕個人としてタンジャニのシワケイトという番組でタンジャニエイトの横山優くんに先生としてね2ヶ月で高卒認定取ったんですよ。ほんとゼロベースの勉強から2ヶ月300時間超えてましたね。もうテレ朝に通ってテレ朝のお風呂に入ったことあるんですよ結構ね自慢なんです。テレ朝は中にお風呂あるんですよ、泊まりの人とかね。それで受かってテレビ出て、あとは仲良し学園としてはもうアメトークが大きかったですね。お笑い芸人の売れ残りグッズを海外でどうやって活用して授業にするのかっていう企画で、はいはいはい、それで僕らが例えばノンスタイルの井上さん、うん、ご存知ですかね、うん、お面があったんですよ。これ何使うのって言うんだけど、はい、僕が考えてお面を泣いてる顔、笑ってちょっとポッてした顔で怒ってる顔を作って今道徳の授業に使ってます。だから海外とかね結構貧しいとこだと虐待とかあるんですよ。友達同士叩いたりとか喧嘩したり、みんな人間じゃん、あなた好きだよって言われたら、はいどんな顔、これそうだよね笑うよね、じゃああなたなんかいらないよって言われたら悲しいよねみたいな、そういう顔で面白く道徳気持ちを教えるというね、はいはいはい、こんな授業にしたい、まあ、こういうのを全部考えてテレビやったらめちゃくちゃ受けましたね。いやめちゃくちゃ面白いわなるほどな実際そういったところでメディアに出られるじゃないですか、はい、やっぱインパクト大きいですか。アメトークがめちゃくちゃ反響大きくて、でもしこのコロナがなかったら今頃僕多分億万長者になってたらしいでめちゃくちゃ行きたいですの問い合わせが来たんですよ。これ毎週毎週行けるかな、行ってじゃあこれで授業盛り上げていこうと思ったんだけどコロナでドーンですね。アメトークの企画で最後行ったアフリカのプロジェクト、帰る時にもうコロナ出てて下手したらそこから1年帰ってこれなかったかもしれないという、うん、そういう中で終わったんですね。タイミングが、まあでも人生そういうもんですよね。まあそういうことですよね、はい、でもまたありますからね。まあまあそういうチャンスをね、ずっと続けてればまたありますもんね。本当そうです。ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、先ほどカンボジアとかネパールとか、はいはい、コンゴとかルワンダとかされてると思ったんですけど、はいうん、国によってアプローチも変えてたりしますか。はい、基本は授業をするというところは全部同じですね、うん、あとそこの授業もしくは対価という部分に関してはボランティアでやるので無償で授業を行う、はい、ここはもう絶対ずれないところですね、うんはいはい、だから不当な金銭を要求されたり授業させてやるからお金を払いとかもこういうのは一切受けてないので、うん、基本僕らは行って授業をするというタスクがあり、そしてそれを実現していくというのはどの国も同じですね、うん、ただまあ国によって何かが違うとすれば、例えばカンボジアであれば地雷の撤去の現場、動画の時に話した最初僕教科書でキラーという人物を教えてたじゃないですか、はい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 、彼今友達なんです。えもう5年前ですかね、カンボジアで活動してたら手があってつながって、で今僕アキラの学校で授業してます。えアキラって実在するんですか。いやいやもちろんもちろんもちろんするし、アメリカとかでもなんか CNN の賞とかもらってたりすごい人なんですよ。で2年前かな、はい、日本に彼を呼んで仲良し学園の平和講演会で彼と一緒に講演しました。そこからずっと友達で。そうなんですね。そうえどんな方なんですか。普通のおっちゃんですよでもなんか仲良くなったから言えるけど同じなんです。僕も娘がいる普通のお父さんでも海外では授業をする、でアキラも地雷の現場では地雷をねずっとコツコツ取ってる人なんだけど、でも家帰ったら普通のパパだったりとか、うん、めっちゃ普通のおっちゃんっす。なるほどそうなんだ、はい、確かに国によってアプローチの仕方はちょっと変えてて、そうですね、ベースとしては変えてないと。戦争があったりとか、ウガンダであれば難民キャンプなので、うん、難民って教科書で学ぶけど一体どういう生活しててどうなんだろう、行ってみて分かることってありますよね、うん、だから難民キャンプに行ったら寝袋僕持ってって家泊まりながら、起きたらみんなで壁を補修したりとかキャンプを一緒に作ろうみたいな話をしたりとか、コンゴだったら元少年兵の子たちが今機械のエンジニアを学んでるんですよ。自動車整備とかして仕事を見つけて社会復帰しようというね、そういうとこで僕とかはだから授業するから綿飴の機械を持って行って状態変化って習いますよね、はいはい、水が液体で氷が固体で水蒸気は気体、これ砂糖でやるんですよ。砂糖は固体でも水に入れたら見えなくなる。おおこれはなんだ、舐めたら甘い、これ砂糖だよね、うんうん、じゃあ状態変化した、じゃあもしこれを水蒸気みたいに熱でねヒートアップしたらどうなるのかなって綿飴機を運ぶんですけど、綿飴機に入れて水蒸気みたいにガスができたよ、はい、でこれは本当に砂糖か、食べてみようかって言ったら、うんうん、甘いやっぱ砂糖だ、うわ砂糖変化してるっていうのを教える。これを元少年兵の子たちに教えたらすごってなって、なるほどありがとうございます、はい、ちなみにいろんなことをいろんな国でされてると思
思うんですけど、はい、今後仲良し学園としてはどういうことをしていきたいとかってあるんですか、はい、最初僕の個人活動から始まり、僕が授業してたものを今多くの人にもやってもらいたい。ただこれも活動としては個人活動ベースだったんですね。でも NPO 法人立ち上げてメディアにもたくさん取り上げていただいて、最近は鹿児島市とか自分が住んでる松戸市とかの市長に会ってその活動を認めてもらったり、日本って災害多いじゃないですか、うん、日本の災害の取り組みを、例えば今後は去年火山が噴火してすごい被害出てるんですけど、その取り組みで火山防災に役立てるとか、結構今行政とのコラボレーションが進んでたりするので、今後の展望としては海外で活動が必要という受験生のニーズもあり、日本人の人材を海外に作っていかなきゃいけないという僕なりの教育目標もあるので、もっと大規模に海外で活動するといったら仲良し学園みたいなところをやっぱ作っていきたいなと考えていますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、確かに今海外で活動するっていうと JICA とかが大きいかもしれないですけど、はい、そこを負けないように、僕らの中にもいつか JICA に入りたい小学生中学生いるんですよ、うん、こういう子たちのファーストステップって誰もまだ作れないですよね。確かに確かに、実際教科書なんかないんですよね、うん、その海外に行って目の前の人に会った時に、うん、だからその最初のゼロワンが仲良し学園でありたいとはずっと思ってて、海外で活動できるよ、授業何やりたいってところからやってみて、でその経験をもっと長期で本当にやりたい人たちが JICA だったり起業したりとか、いろんな道に行けるような最初の土台を作るって今の日本に必要じゃないかなと僕は思ってます。確かにそうですよね、おっしゃる通りかなと思います。ありがとうございます。ちなみにこのギターは、はい、これがですねギターをずっと弾きたかったのに弾けなかったんですよ、はいはい、習ってないんで。で海外行くと日本の歌歌ってよって言われてアカペラで歌ってたんですけど、まあギターあった方が絶対いいだろうなと思って、はい、このギターを購入して、はい、これリトルマーティンっていう結構いいギターなんですけど、あ、そうなんですね、ここに海外で行くそれぞれの国の、ここにアキラいますよね。本当だ、アキラいる。アキラ教科書載ってるし、トワリマリールこの人マリーさんは今度4月の高校の教科書載りますっていう、結構すごい人たちがギターに、これは今ルワンダとカナダで活躍してるアーティスト、ネバーアゲインジェノサイドネバーアゲインウォーというねの歌ってる人だったりとか、これはアナナですね、コンゴで少年兵の学校やってる、これはルワンダの国民的アーティストでインスタのフォロワー100万人ぐらいいるっていう、え、すごいですよ、マニマーティン、めっちゃすごいです。まあすごいんだけど僕もあんまりすごさ分かってない、普通に会うと友達なんですよね、はいはい、こういうピースギターを持ってて結構いろんな国って歌ってますね。なるほど、はい、どんな歌を歌ってるんですか。今日はいい歌を1個教えたいんですけど、ぜひ、はい、カンボジアって40年前に内戦があって、はい、ポルポトの時代があったと。でその時にポルポトは全部の文化を否定したんですよ。例えば童謡とか、あとは読み書きとか英語とかも全部否定したんですよね。でその中で唯一生き残ったと言われている歌がアラピアという歌なんですよ、はいはいはい、アラピアっていう踊ろうという意味のカンボジアの歌は、うん、そのジェノサイドを乗り越えて生き残って今でも伝わっている歌、うん、僕はカンボジア行った時にその歌に感動して、だったらすごい簡単な歌なんで、例えばルワンダ行ったら平和という言葉がアマホロっていうんです、うん、歌詞をアマホロに変えて歌ったり、今後はアマニーっていうのが平和なんですよ、だからアマニーって言って歌ったり、これで歌っていくというね、ちょっと聞いてもらっていいですか。はい、もちろんです。アラピアややアラピアアラピアややアラピアアラピアややアラピアアラピアアマホロロロアマホロアマホロロロアマホロアマホロロロアマホ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 ロアマニヤヤヤアマニヤアマニヤヤヤアマニヤアマニヤヤヤアマニヤアマニヤアマニヤいきましょう、平和で、平和で、 Let's say 平和わわわ平和平和わわわ平和平和わわわ平和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 みたいな。いや面白い簡単でいいですね、めっちゃ簡単です。しかも平和の言葉だけなんで、はいはいはい、すぐみんな歌ってくれる、うんうん、でさらに海外いろんな国で歌ってるアラピアのメロディーを僕はいろんな国の言葉で歌うんで、カンボジアの仲間からめちゃくちゃ喜んでもらいますね。なるほど、カンボジアの楽曲ベースでいろんな国に変えて、はい、あのやってるってことですね。そうなんです、はい、ありがとうございま す。いろいろ仲良し学園のことをお聞きしたんですけど、はい、最後にっていうところで3つお聞きしたいなって思ってます、はい、海外に行かれたからこそ日本っていうのをどう見てるのかっていうのをお聞きしたくて、どうですかね。海外のいろんな国
に見たらそれこそストリートチズレン、地雷、戦争、ジェノサイド、やっぱり教科書で見るすごい悲しい出来事っていっぱいありますよね。でもやっぱ僕の原点日本で、引きこもりだとか不登校、あとは教育格差、僕実際ね自分めちゃくちゃ家貧乏だったんで、小学生の時に真剣ゼミやらせてくれって親に頼んだら、勉強なんて学校でやればいいでしょって言われて、はい、2年間説得したんですよやっとちょっとやらせてもらったんですけど、そういう自分を見て先生たちが余った教材くらえて、先生には本当恵まれたんですよね。本当勉強をすごい頑張ったんですね。でそれで大学も行けたし、でそこからこういう活動もできたので、教育の持つ力っていうのはどの国においても同じじゃないかなと。だから日本人にも教えたいし、海外の人にも教えて、もっと世の中を豊かにしてほしいなってやっぱ思いますね、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、教育っていうところは日本でも世界でも変わんないんで、はい、そこはちゃんとやっていきたいなっていうことですかね。もう一点ちょっとお聞きしたいのが、はい、今いろんな国に行かれてると思うんですけど、はい、中村さんにとっての国際協力って何ですか？国際協力、 NGO、 ボランティア、言葉がでかいとやってますか、学級委員長としてこれをやっていますみたいな、そんなのいらなくて、楽しくやったらきっとそれって何でもつながるんじゃない。例えば一緒に歌うもそうだし、でもその歌にはこういう意味があって、歴史の教科書で覚えられなかったけどカンボジアってそういう歌があったんだ、 あれがまさにあのポルポトかみたいな、そういうのが浮かぶってすごい勉強になるだろうなって思ったり、うん、やり方を楽しむに変えるとそれだけで人生ハッピーになるし、いろんな課題というのが見えてくるのかな。僕らも SDGs を応援します、国際ボランティアですって言うんですけど、協力してますって言われてやるのよりも、授業するけどやらない、面白い授業できるよ、やりたくないって言った方が絶対受けがいいので、そうですね、もうここなんですよね。これができるかどうかが僕の中の国際協力だと思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後になるんですけど、はいはいはい、中村さん今後国際協力に興味を持ってる人たちとか、はい、目指したいなと思ってる方にアドバイスするとしたら何ですかね？僕は国際協力の敷居を下げたいをずっとやってきたので、僕は一応国際協力のこういう活動では第一人者になっていろんなねメディア出させてもらったので、そんな自分だからこそ言ってあげたいのは、できるよ、うん、やらない、授業しない、こんなやつ一人ぐらい欲しくないですか？いや本当そうだからまあもうこれ見てるみんなにぜひもう見てもらいたいのは、どっちが楽しいか、勉強しようって言ってるのにこんな笑顔作れるってなかなかないですよね、うんうん、だからこれをやってみたいと思う方はぜひ中井滋賀県の門を叩いてみてくださいというところです。はい、概要欄にリンク載せてるんで、はい、ぜひとも活用してもらえたらなって思いますね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ちょっと本日は国際教育の中のアジアとかアフリカとかの教育支援で活躍されている中村さんにお越しいただきました、はい、まあ、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。